はい、皆さんこんにちは。カタリニウムのカタリンです。現役都市に続きやっていきたいと思います。ですね、この前先に進むのがねちょっとわからなかったんですけど、なんとなく場所が分かったのでそこ行ってみたいと思います。で、ぐるぐる回ってるうちにねレベル5ぐらいまでなりました。多分ちょうどいい強さなのかなという気もしてます。じゃあデンジャーゾーンでこう入って、とりあえず戦闘ですね。戦闘もねだいぶ強くなりました。5になってうまくすると一撃で倒せるぐらいかな。でアイザックはレベルが上がらないみたいなので、素早さがねすごい遅いっていうのもあって、あんまり戦闘に参加してこなくなっちゃいましたね。ね、ここがね行けたんですね、上ね。戦闘かな。でいつもねこの同じ敵ばっかりだったのが、違う敵もね出てくるようになりました。奥の方行ったらね。で完全に奥まで行ってないので、まあ今日はそこをね行ってみたいと思います。あとこの右側のとこに術とかね逃げるとか、このキャラクターによってね使えるやつが出てきてます。例えば気候弾しか使ったことないんですけど、気候弾使うとこの後ろのやつ狙えるようになります。で今のところこういうの使えるのはこれ天神はなんだっけ、ティエンデン言いづらいな、ティエンデンだけなんですけどね。でこのメイファン、メイファンの方は、そういうのがないんですよね。本当に物理的な攻撃だけ。ただ、MP がもったいないのであんまり使わないです。敵も弱いんでね。でアイザックに至っては攻撃方法がねここに3つぐらい出てきます。この前やってて気づかなかったんですけどね、多分見てる人の方が気づいてるかもしれないですけど、でこのまま下にねずるずると降りていくと、行ってなかったところに行けるようになりました。ここですね。で前回はこの右側の方はね行けたんですけど、ここからなんか行けたのかなっていうか、ここ行けなかったのか、右側の方は行けたんですけどね、ここより右側っていうのかな。で左側に行けそうだなって探してたんですけど、なかなか行けなくて、で行ってみたら割と簡単なところにあったと。案外気づかないものですね。で後ろはね攻撃ができないんですよね、ハンドガンなのに。前衛を倒してから出ないと無理です。でこっちはね行き止まりだったので、このまま反対側に行きます。で違う敵はねまだ1種類しか合ってないんですけど、眠らせてきたりなんかしてましたね。要は敵が今んとこ2種類しか出てきてないのに片方はもう眠らせてくるっていうね、今後どうなっちゃうんだろうってちょっと心配でしたけど、こっちだったかな。あ、こいつですね、変なやつ。で、メイファンの一撃で倒せなくなってて、ティエンデンは確か一撃でいけたような。で、アイザックに攻撃かけてくる分には、
こいつはほとんどダメージを受けないので大丈夫ですね。でただね、アイザックは弾をねめちゃめちゃ食うんですよね。で、溜まったお金は全部ね、ティエンレンとアイザックの弾に全部振ってます。残弾数ね、まあ487ってあるんですけど、この前多分100ぐらいしかなかったと思うんですけどね。おー、なんかやってきたぞ。変な鳴き声してましたね、笑ってるよ。この辺の先はね、まだ行ったことがないので、ここなんだろう。あ、また敵だ。こっから行けるなっていうのを確認しただけですね、あくまでもね。あまりに単純すぎて見つからなくてですね、うろうろしてたらレベル5ぐらいになっちゃったと。結構レベルはすくすく上がってました。名前が全然出てこないんでわかんないんですけど、あ、スーバって出てきてましたね。ここは行き止まりかな。多分この辺の敵を倒すにはレベル5だと強すぎるような、そんな気がしますね。これ以上はいけなそうだよね。戦っていきますか。多分古いゲームなのでレベルはね高めの方がやりやすいんじゃないかなと思うんですよね。おお、これだ、これこれ、なんか眠った眠った、2人は眠っちゃいましたね。でアイザック初めての攻撃、ほらライフル弾、こいつなんか100発以上ね持てないみたいで、でここで大砲と MBH っていうのが選べるようになりました。これ倒せるかな。あ、まだだ。じゃあこの大砲行ってみたいと思います。キャラクターによって攻撃方法がいろいろあるみたいですね。もっと下に行かなきゃダメなのかな。アイザックにしか攻撃してこないんで助かりますね。同じ敵、
この倒し方のパターンが崩れるとさっきみたいに眠らされちゃうんだね。このパターンであれば全然安心って感じですけど、まあ死んじゃうことはないと思うんだけどな。あ、なんかあったぞ。ここからはいけない。右に来て正解だったっぽいですね。これ以上下に行けたのかどうかちょっと分かんないですけど、多分あれがエレベーターじゃないかと思います。右側にあったのがね。あー、こいつ倒せなかったからな。アイザック頼むぜ。あ、防御、いや攻撃してくれなんで攻撃しないのかなと思っちゃった。あ、ちなみに解像度を変えたのでちょっと大きく画面が大きくなってると思います。わあ、なんかすげえいっぱい出てきた。こいつは多分ね、どれがいいのかわかんないけど、攻撃系ってこれだけだと思うんだよね。電気って多分自分を強くするようなやつかなと思ってまして、でこっちは守る系だけかなと思うんだよな。まあ銀行団でちょっと後ろのやつもやってみよう。もう一撃で倒してました。外した。アイザック来た。アイザックは大砲でショットキャノン。あ、全然ダメだちょっと一匹地道に倒していった方がいいか。ミキちゃんやられてる。ミキちゃんじゃないな、メイファン。こんなに出てきたの初めてでした。あ、ここに2匹揃ったからかな。これ早く行かないとやられちゃう。ここじゃないでしょうか、エレベーターって。ここにも敵がいる。あ、最初のやつだな。強くなってんのか。同じぐらいの強さかな。特に強くなってたりはしてなさそうですね。とりあえずこっちから行ってみようか。あ、これか。エレベーターってなんか扉がひしゃげてますね。使えるのかな。経験値からしてこいつら最初のやつと同じ強さみたいですね。お、開いた。で、確かエレベーター途中までしか行けなかったような。おお、西セイク。
芝本社ビル、これ誰と誰ですかね。タバコ吸ってますね。晴天、このままで良いと思うか。龍拳、ペイ様、この女の人っぽいのが龍拳ですかね。水色の髪の、この20年の間私がやってきたことは何だったのだ。結局今の私は八部の一人に過ぎないではないか。ペイ様、ことを急がれてはなりません。分かっている、分かってはいるが、今気をつけねばならぬのは北の動きですが、天を手中にすれば我らにも勝機は得られましょう。天、あ、アップになりました。私をお信じなさいませ。なんかこいつが聖天っていうのを使ってるような感じがしますけど、お前が敵でなくてよかったよ。すんごいキザっぽい人ですね。私の主は後にも先にもフェイ様ただお一人です。怪しいですよね、こういうこと言うやつ。芸が細かいですね。ドットのゲームなの。とりあえず敵かな。あ、違うのが出てきたぞ。イニュートアの攻撃。あ、一撃で倒せなくなった。これ何？どういうこと？これちょっと防御しとこう。アイタックだ、攻撃してみる。でも攻撃ってもあ、できた。あ、いたいたいた。またこの辺に攻撃できないですね。変なのが出てくるようになったぞ。あー、なんとなく高いところに来てるみたいですね。そこの階段を行けばいいのか。前のやつも出てきますね。まあ普通一つのマップっていうか、そこでいろんな敵出てきますもんね。今んとこなんか1種類ずつしか出てこなかったような、そんな感じですからね。ここへ来て初めて2種類出てくるようになりました。で、ここへ行けばいいのかな。風と同化ってのはくせもんだな。まあ、表に出ていれば大して強くもない。ちょっとやられてますけどね。どこまで登ってくんだろう。どっちだ、中央だ。まあ、幸いにも敵の攻撃力が低いので助かってますけど。
でしょう。違うやつか。あ、違う方だった。大丈夫ですね。あんまりね、あ、レベル6になった。回復のアイテムを持ってないんですよね。なのでヒットポイント削られちゃうとちょっと痛いんですけど、ここが最上階って感じかな。もう一個上がればって感じ。ボス戦みたいなのあるかな。お、ケンレンもレベル6になりました。これでボス戦であるならちょうどいいって感じですかね。ちなみにステータスなんかちゃんと映らないぞ。なんで、あ、読めないじゃん。なんで読めないでしょう。バグ、あ、ダメだ。あれ、向こう側だった。もしかして向こうにも行けそうじゃないですか。下は？下何もない。向こうちょっと気になるな。こっちは正解ルートっぽいしな。ちょっと向こう行ってみますか。左側ね。あ、やっぱりこっちからも上がれる。なんか宝箱かなんかがあったりしないかなと思ってるんですけど。なんかアイテムの入手手段がね、すごい少ないような感じなんで。あ、何にもなさそうだ。ただ敵がいただけか。ただヒットポイントを削りに来ただけになっちゃったかな。ただヒットポイント減らしに来ただけだったような感じです。特に何もないぞ。外の、なんていうんですか、この辺もあれですね。高いビルの上に来てるなっていう感じになってますね。なかなか芸が細かい。念のため、あ、でもアイテムとかこれなんかバグってますよね。なんでだろう。念のため使おうかと思ったけど使えない。これは何だろう。
画面大きくすぎたからかな。ちょっとちっちゃくしてみますか。どうやってんだっけな。これで。画面の設定をちょっとちっちゃくします。これが前回の設定なんですよね。あ、関係ない。関係ないで元に戻しますね。直さなきゃダメなのか。でもこれでボス戦になってアイテム使えないのは痛いですね。ボス戦ではなさそうだぞ。敵のいない区画に来た感じ。あ、誰かいる。 VR ゲーム第13章持ってたらぜひ譲ってください。あ、なんかちょっとやっぱバグってるのかな。字が変ですね。かなりの傑作だって噂なんですが、あれがなかなかダウンロードできないんですよね。もう画面大きくしたせいかな。情報のやり取りがさまざまな利益を生み出す。反対側というか行きたい目的の場所に。質問があるのですが、あなたはどういったポッチに基づいてそのようなファッションに。なんだこの質問は。質問というかバカにされてる感じですね。あ、端末があったんでこの辺でセーブをしておきたいな。登録ってありますね。これをやんなきゃいけないんじゃないかな。パーソナル ID を入力してください。確認しました。ショウ様ですね。残念ながらその ID はすでに抹消。再確認中。確認。永久市民オーダー登録を許可。オーダー押します。 ID パスを提示してください。終了しました。これで空論地区へのエレベーターが使用可能です。現在が西西北が芝本社ビル、休日は金土日、北西が空論地区直結エレベーター。あ、じゃあ帰りはこれで帰れるってことですかね。北西エレベーター、東が摩天、西西串部で、南が背景エレベーター。これが今来たところですかね。ちょっともう一回ました。さあこれでいいんだと思います。あとはこう探索すればいいって感じですかね。まあ今日はこのぐらいで終わりにしとこうかな。ちょっとバグった原因がよくわからないんで、再起動すればね治ると思いますんで、ゲームの方をね。
まあ次回までにその辺はちょっと調べておきます。とりあえずセーブできたんで良かったです。これでできなかったらちょっと今日この30分が何だったんだんだになっちゃってね。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。